はい、では、行列さんの他人行列について学んでいきたいと思います。まず他人行列というものは対極成分が全て1でそれ以外の成分が全て0であるような正方行列を他人行列と E と書きます。次数を明示したいときは N 次の単位行列を E の N とも書きます。3次の単位行列は1行目が100、2行目が010、3行目が001となり、確かに対角成分は全て1、それ以外の成分が全て0になっています。下次の単位行列も同様に対角成分が全て1で、それ以外の成分が全て0になっています。これは N が5、6、7、8、9、10と続いても同様です。次週は点字行列について学びたいと思います。では今日は以上です。